合わせ包帯、またはシ、シチウムは、動物に見られる、複数の核を含んだ細胞のこと。これに対して、原生生物や菌類に見られる、一つの細胞に、多数の核を持つ状態のものは多核体と呼ばれ、区別される。合わせ包帯は、数個から数千個もの核を含んだ、細胞質の塊とも呼べる、一つの巨大な細胞である。 合わせ包帯が形成されるメカニズムは大きく二つに分けられる。一つは不完全な細胞分裂によって一個の細胞内に複数の核が作られる場合、もう一つは正常に形成された細胞同士が細胞融合を起こして複数の核を持つ巨大な細胞になる場合である。前者には昆虫の初期肺形成が、後者には骨格筋繊維の形成や哺乳類の胎盤。 ウイルス感染細胞が、それぞれ代表的な例として挙げられる。なお、多角体は普通はこの前者の方にあたる。昆虫の多くでは、不完全な細胞分裂が、初期肺で行われ、細胞質分裂なくして核が、大きな細胞質の中で複製される。症状バえのような無脊椎動物の初期肺新シ,シチュームはその細胞分化の得意化に重要である。卵細胞の細胞質は、 ビコイドやナノスタンパク質を高度する、メッセンジャー RNA 分子の濃度勾配を持つ。ビコイドタンパク質は全端に集中し、ナノスタンパク質は後端に集中する。初期肺の核は迅速に分裂して、異なったビコイドとナノスの濃度を持った細胞質へ分散する。ビコイドの多い細胞質の核は胸部へ分化し、ナノスの多い細胞質の核は腹部へ分化する。 大きな骨格筋繊維は数千の筋細胞が融合してできた合わせ包帯である。骨格筋の合わせ包帯は筋肉全体の迅速な調節された収縮を可能にする。運動ニューロンから伝えられた電気信号は神経と筋が接合するシナプスを介して筋繊維に伝えられる。電気信号は信号を受けた細胞膜の表面を素早く伝導するため、 合わせ包帯化して一つの細胞になった筋繊維は、それぞれがバラバラの時に比べてスムーズな伝達及び運動が可能であると考えられている。哺乳類の胎盤も代表的な合わせ包帯の一つである。胎盤では母体の血流に接する肺由来細胞が互いに融合して合わせ包帯を形成する。この合わせ包帯は、 肺と母体の間の細胞の移動を制限するための障壁としての機能を果たしていると考えられている。血液細胞には上皮細胞同士の隙間を通過することができるように特化したものがあるが、胎盤上皮で形成された合わせ包帯は、そのような細胞の隙間を塞ぎ、母体の血流からの侵入を止める働きようになっていると考えられている。 ウイルス感染による合わせ包帯式市場状に生育した培養細胞同士がウイルス感染によって細胞膜の融合を起こし細胞核が中央に凝集して多角巨細胞形態になる。合わせ包帯は様々なウイルスが細胞に感染した時に細胞同士が融合することで形成される場合がある。特にヒトヘルペスウイルスやヒト免疫不全ウイルス。 パラミクスウイルスが知られている。この細胞融合は、ウイルスが侵入した後、感染細胞の細胞膜表面に発現した、ウイルスの膜タンパク質の働きによって、隣接した非感染細胞との融合を起こすものと、ウイルス粒子が宿主細胞の細胞膜に結合して侵入しようと、するとき、隣接する細胞同士を融合させるものに対別される。 合わせ包帯を形成するかどうかは、そのウイルスと感染する細胞の種類によって決まり、人免疫不全ウイルスなどのレトロウイルスや、ヘルペスウイルスでは前者のみ、仙台ウイルスに代表されるパラミクソウイルスでは、前者と後者の両方の現象が見られる。合わせ包帯の形成は、これらのウイルスが細胞に感染したことを示す細胞の形態変化を示す特徴の一つとして、 ウイルス学の分野で利用されている。また先代ウイルスの持つフュージョンフロムウィズアウトは様々な種類の動物細胞同士を融合させる手段としてバイオテクノロジーの分野で応用されている。ありがとうございます。